った。ファミレスに入るなんざ久しぶりじゃのう。何食います、ユウさん。リュウ、何やってんだお前らこんなとこで。俺坊ちゃん、これ奇遇ですな。お知り合いなの。ええ、まあ。いいかリュウ、絶対おとなしくしてろよ。人に迷惑かけたりすんなよ。もちろんですわ坊ちゃん。絶対に坊ちゃんに迷惑はかけません。いや、他の人にもな。妙な偶然もあるものね。ああ、変なことにならなきゃいいけど。いらっしゃいませ。さて、何食おうかな。しかし日本のファミレスってうまいっすよね。あんまりはしゃぐなお前は。おや、これはお嬢、まさかこんなところでお会いするとは。こっちのセリフよ。ご心配なくお嬢、我々は我々でお嬢に迷惑をかけぬようおとなしくしておりますので。ああ、そう頼んだわよ。ちょっとどうなってんのよこれ。なんでうちのみんなまで。知るかよ、とにかく面倒が起きねえことを祈るしか。うん、おや、これはこれは修営組の皆様ではございませんか。きつい悪臭がするので誰かと思いましたよ。これはこれは B5 の大幹部さん、そちらは相変わらず良い香水をお使いのようで、豚のしょんべんでも使うとるんですか。早速やばい。ちょっとこれどうすんのよ。バカ野郎、こうなったらやることは一つだろうが。ちょっと待ってよみんな、うん、ほら、さっきも言っただろ、おとなしくしなきゃダメじゃないか。私たちせっかくデート中なんだから、二人の世界を邪魔しないでほしいな。いやー、こりゃすいやせん、つい頭に血が昇って。私も申し訳ありませんでした、お嬢。なんとも、休憩入ったので一緒にお茶などどうですか。立花。おい小僧、なんだその女は。愛人がいるなんて聞いてないが。うおー、タパタパー、うせえぞメガネ。坊ちゃんの給料考えりゃ女の一人や二人で足りるはずねえだろうが。お前らもちょっと落ち着け。誰ですかこの方たち。あんたはもう、ようやく演習終わった、きつかった。俺メロンソーダ飲みて。隊長は甘いもの好きですよね。なんだあれって、機動隊？なんでんなもんがここに？あ？あれ？マリカお嬢様、どうしてこんなところに？え、立花総監の娘さん。あら、ミギスケ、妙なところで会いますね。立花の知り合いか。うお、なんてこった。ただでさえヤクザとギャングで大変なのに、ここに警察まで入ってきちまったな。あれ、どっかで見た顔だと思ったら、どうしててめえら社会のクズがこんなところで堂々と飯食ってんだ。はあ、やっぱりこうなった。これはこれは、警察機動隊第一部隊長様までこんなところに。おい、今のは戦争の味と受け取っていいんかいの。これは早く何とかしないと。クロード落ち着いて。下がっていてくださいお嬢、売られた喧嘩は買うのがB5のしきたりです。リュウ、まずは話を。行くぞ野郎だろ、どっちがいいじゃ。どうしましょう、店がめちゃくちゃに。何がどうなってるんでしょう。これじゃ営業どころじゃないじゃない。え、やめとけって。おいおい、なんじゃこの娘っ子は。立花？マリカお嬢様、危険です、下がっててください、ここは僕たちが。おいら、ナンバシャットかー。暴言ファミレスに集まって人様の迷惑を考えんか。喧嘩ずっとやった。